よし、続けよう。今日もクオン。3回目。陽の章から。怖いね。ちょっと待ってね。しかしこの絵は刺さるな、俺やっぱり。誰だっけ、もう右下に名前も出てるけど、知内京介っていう画家、もののあはれをイメージした絵を描いてるらしいけど、他でっていうか画家らしいけど、この子の絵は、この目パチパチさせてる子、桑の木の姉妹と全く関係ないらしいからね、なんと。って思っちゃった。逆にこれパッケージにしたのすげえなって、マジで。いや、待て、これじゃなかったな、そういえば。読み込んじゃダメだ。陰の書クリアしたんだわ。うつきの方は。完了になってるから次、陽の書。正直、簡単でもよかったよな、これ。っていうのがどうも、難易度の違い、敵の強さじゃなくて、入手できる武器っていうか、その、まあ、お札の数が増えたりって感じだったんだけど、ほぼ物理で勝ってきたしな、ここまで。簡単でもよかったかもしんない、サクサク進めるのに。こっちの、昨夜だっけ、ちょっと癖がある動きで、こっちは確か。ここがショーナゴンの屋敷か。4人も呼ばれるなど珍しいな。頼親殿が姿を消し、もう一月。その間、屋敷を訪れ、戻った者はおらぬと聞きます。まあな、されどどうということもあるまい。たかが毛量、お師様の技にかなうものではない。お師様。昨夜か。何用だ。こたびの任、藤原の頼親殿に関わる者とか、かの屋敷は都の陰陽師たちも手を焼く毛量どもの住処。我らのみでは。主は我が陰陽の技を受け継いだ者、生命のあの都の青二歳の弟子でもあるまいに。何も恐れることなどあるまい。昨夜、おい昨夜、兄弟子たちは塔に行ってしまわれたぞ。さあ我らもいざ。そうだよね、1からないのね。要は、うつきと並行した話のところだから、ストーリー的に。で、
これね、あ、待てよ待て、使っちゃった、使うなと。もったいな、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これ昨夜はね、なんかまず、逃げ決めが敵に当てづらいと、確かそんな感じだった、そんな動きをしてた気がする。ちょっと画面合わせます、ちょっと待ってください。ステグモナーどうするかな。そうなんよな、ボタンは2つしかないんよな、攻撃が。まあしょうがない、これだもんな。1、2でこれだもんな。ちょっとワンテンポずれるから、打つ気と違ってちょっと攻撃が当てづらいっていうか。兄弟子たちは塔に行ってしまわれたぞ。どこだこれ。メラな、延命指南艦の位置、これもういいな。なんかいるぞ、近くになんかいるぞ、これに使いづらいな。しゃあない、もう筆いくか。気が当てづらいんでしょうがないよな、歩で行かなきゃ。ちなみにこの後、昨夜をクリアした後に出てくる安倍の生命編は、生命の物理攻撃めちゃめちゃ強いっていう。血文字が吹き殴られている。筆致を見たところ、書いたのは女性のようだ。ああ、笛の音は良いな。チントンシャン。
そもそもこの道でいいんかな。東の対。いや、待てよ、まだ向こう側、じゃあ検索じゃない、探索してないぞ。反対側。おい、何今の。誰か見てたな、今。リーチの短さや武器の。布の切れ端。屋敷も頼親様ももうダメだ。だが姫君だけは助けねばならぬ。奥方様は薬師堂の方で見かけたが、今頃どうしているのだろうか。どっちだ。今東の対でしょ。二の封印な、ここ。見ろ。一の封がされている。扉の封の解き方はわかるな。封にあった血布を当ててやればよい。封印は血布と対になっており、違う数の血布では封を解くことはできぬぞ。まあそなたならば言わずともわかっておろうがな。持っておけ。たまには兄弟子らしいこともせねばな。ここ三、三でしょ。三ってことは。まだ行けない。お、やった、地図だ。東門からスタートしたんだな、今回は。うつきの場合は西門からスタートするんだよな、確か。先に行け。屋敷の調べ
始まったばかりである。いちいち焦る焦るじゃない、ビビる。しゃがめ橋を通れるセーブポイントな。主もここで汚れを落としておくか。ほれ、このように汚れを片代に移して流せば、災いから身を清めることができる。水辺を探してこまめに汚れを払っておくとよいぞ。身を清めておけば、またそこからやり直すことができるからな。何枚持ってる？片白船3。使ってセーブするべきか。悩むな。いいか、何かあった時のためにもうまたここまで戻し作業ってめんどくさいし、セーブしとこう。どうせ後々大量に余る。リーチが短すぎる。しかも2発目が出ない。はあ、きついわ。戦慄魔女開始最上、救急により治療。いや、普通にきついわ。覗いちゃダメな気がするんだけどな。あれ、穴が開いてない。いける。やめて。
救急によりつ。お、船員、何？船員石火。無数の鋭き氷の刃を生み出し、マヒャド的なの手に入れたぞ。え、バカがー。あーし、そういうことか。それでここに穴が開いたってことか。ここも解いてみる、ついでに。いけるかな？こうでしょ？こう。早いうちに解いておく方がいい、こういうのは。より近邸見聞書。3月17日、清明殿より命を受け、今日よりより近様の屋敷の様子を調べることとなった。清明殿のおっしゃるには、まず釘があるかみよ、釘があるならば戻ってきてよい、とのことだった。相変わらずあの人のおっしゃることはようわからぬ。3月18日、釘のことを知っておる者がおった。神社の神主だと名乗る壮年の男だ。聞けば昔から神社では桑の木を祀っており、その桑の木には3本の釘が刺さっておるのだという。明日その桑の木とやらを調べてみよう。3月19日、行ってはみたが桑の木に釘はなく、ただ釘穴が残るばかりであった。釘とは魔を封じ、その場に縫い付けるもの。釘が抜け落ち、一体何が解き放たれたのか。どうやらすぐには戻れぬようだ。そうか、もう一個狛犬取ってこなきゃダメなんだよな、これ。待った。いい加減にしろ、マジで。んで、どうすんの。ここだよな、指さしてたの。マジでこらえん、こいつ脅かしやがって。よし、ふざけんなよマジで今の。何もない。昨夜か。その扉を
閉めたものを見ませんでしたか。知らんな。ここにもつづらか。お前は他へ行け。しょうがない。言うてここのガキ倒したの俺やぞ。ふざけんなよ。ここ2の封印ね。結構行けないところが多いんだよな。ここも封印。ああでも誰かが封印解いたんだ。より地下への書簡。屋敷にて何やら怪しげなる気配を感ずるというお話でしたが、知り合いの陰陽師をそちらに使わしましょう。宮中随一の陰陽師、阿部の生命殿の推しを受けた者なれば、必ずやお役に立つと存じます。最近、芦屋道満とかいう邪道の陰陽師が数多の弟子を率いてのさばっており、阿部殿の名声にも届きそうだなどと、巷では申しておるようです。されどやはりあれなどは邪道のもの。阿部殿に連なる方々に比すれば、稚児の手習いのごときものにございましょう。お、あ、そうだ、ここでお札だ。2番目のお札だ。そうだ、じゃあ次どこだ。2番取ったでしょ。西に行く。でもそうか、あそこでガキが2匹襲ってくるんじゃなかったっけ。あ、ここまさか手伸びるところじゃない。いかん、戻ろう。危険すぎる。え、そうか、塞がれてんのか。
旦これを倒しておいて、千四万十回出最上救急により治療。もう一匹いるはずだから、うわ、来た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 、よし、で、ここが3の封印でしょ。2を解く。12司会書。あ、これさっきのあのパズルですね。3番の。3番じゃない、あの、阿吽の狛犬の置くところの。で、多分ここ出たらガキが出るから、一匹を捨て雲で大将、一匹をメラミ使おう。じゃあこっちか、ここ出たらだ。女房の書き置き。夜な夜な鬼が出ると言うて姫君は泣いておられる。部屋の中に閉じこもり、戸を押さえて泣いておられる。部屋にこもり、音を立てず息を潜めておれば鬼に気づかれずに済むと考えておられるようだ。奥方様が北の杖から持っていらした、銅の鈴を鳴らした時だけは姫君も扉を開けてくださる。ひいな人形のように可愛らしい姫君。姫君だけは必ずお守りせねば、我ら女房衆は皆そう心に決めておる。紙でまず一匹だ。よし。よし。ここの二匹が一番怖いわ。千四万十回出最上救急により治療。何も落とさないとか。次、姫の母屋でしょ。姫君への手紙。愛しい綾子へ、屋敷はもう危ういゆえ薬師堂へ行ってみることにします。あちらが安全だと分かったら迎えに来るので、合図の鈴を鳴らすまでは決して扉を開けてはなりませんよ。もし10日経っても戻らぬようなら、木板と釘を集め薬師堂まで来るようにしなさい。じゃあ次どこだ。
救急により治療。この辺までほぼ一緒なんよな。下を覗くと、でもう一回覗くと、封印がされています。次どこだ。ここだ。北斗七星だ。次はにより治療。やめよやめよ、来るなよ。道鎮の諸殺。神殿の正面を通りたいのだが、ガキがうろついておる。これでは恐ろしくて通れな。いや、無駄な争いを避けるためにはガキに気づかれるようにせばならぬ。どうしたものか。そうだ、軒下にあった死体がおとりに使えるやもしれぬ。ガキは血に惹かれるのでじきに食いつくだろう。そしたらその隙に進めるはず。さすが道鎮、なんと頭が良い。ドーマン様に追いつく日も近いぞ。これは慢心だな。まだ取れないか。反対側から回り込めってことか。破軍製がまず、スザクでしょ。でスザクが、スザクじゃない、ここどうすんだっけな。こうで、全部に合うんだよな。ここだ。覚えてた。めちゃめちゃ覚えてた。やめーよこいつら。やめーとこいつら。
死んじゃう死んじゃう。よし、危なー、強いぞこいつら。っていうかこっちが弱すぎる。救急により釣り。まあ、いや、これで釘抜き取りました。通れなくね、でもこれ。どこ行くんだ。いや待ってよ、でもこれで一応もうあうんの狛犬が揃ったから、一旦そっち解きに行こう。一回倒した敵が出なくなるのはもうこれありがたいな、このゲーム。その場所にもう出ないっていうの。こいつはこうだ、ダッシュだ。2段目が出ない。アホかと。2段目が出ないとか、もうマジで。救急により釣り。で、ここなんか出なかったっけ、なんか変なムニャムニャしたやつ、この中から。これが、待て、ついは物理がまともに使えない。
救急により治療。うつきよりは体力がありそうだから持ちはするな、少しは。昨日の今日だから結構覚えてるよな、ここまで。なんかもう、釘抜き取ったし、もうここで釘外してもいいかな。陰陽師の書き置き、魔を封じるため釘を使った。この釘は抜いてはならぬ。で、これを抜く。そしたら上からガキが落ちてくる。ペースはいい。結構覚えてるからね、やること。で、次どこ行くんだこれ。どう行くんだ。
正直さ、これあの XBOX のおとぎとつながってるところはあるよね、微妙に。話じゃないけど設定的な。道鎮の諸殺に庭先の方で赤い服を着た二人の娘を見かけた。片方はまあ可愛らしい感じだったが、もう片方は何やら少し怖かった。可愛い方が数が多めの血布を使っておったが、なぜあんな娘が血布を持っていたのだろうか。そうだ、落ちておったのは拾ったに違いない。でなければ娘子が血布などを持っておるはずがない。うん、よいぞ道鎮、今日は冴えておる。慢心しすぎよ道鎮。うおー来た。結構メラ手に入るから、もうこれが主力武器だな今回は。そろそろセーブしたい。じゃないと戻し作業が大変なことになる、死んだ時。当たらんし。結構体力あるな、しかし。千円万十開始最上、救急により治療。待て、死ぬ死ぬ。
すぎる。白吹雪のはずなんだけど。この辺も使っていくかも。いるな、一匹。なんでそっち撃つかな。はぁ、もう命中率悪すぎる。やばいやばいやばい、死んじゃう。攻撃がめちゃめちゃ弱いんだけど。専用魔術開始最上、救急により治療。よし、やっとセーブポイントだ。死んだら約40分が無駄になったってなってたってことか。きつかったな。タイミングゲー。これでいける。わかった、2段目を無理に入れようとするとダメだ。1段目連発でいける。これで全部取ったな、必要なもの。
山道山道、みんなお猿に食われてしもた。山道山道、行きは怖いし帰りも怖い。ここで これな。で、うつきと出会うんだ、ここで。あれ、違ったっけ。ここでいいんだよな。どこで音がしてる？なんか叩いてるよな。ここか、ここか。無事か？あ、大丈夫です。危ないところを。
私この裏手の。よかったー、セーブしておいて。ここで落ちる？マジで。今読み込みミスしたのが見えた。見えたというか聞こえた音が。よかったー、すげえいいタイミングでセーブした。先にセーブしてよかった、本当に。変な音したもん、変な音っていうか読み込みしなかったなっていうの見えた、聞こえたもん本体。あれだな、夏場はプレステ2禁止だな、やっぱり。ちょっと暑さもあるし怖いし。さらに寿命を早めることになるのちょっと嫌だしな。無事か？暑さで。あ、大丈夫です。危ないところを。私この裏手の神社に住むうつきと申します。昨夜だ。なぜここへ？父様を、神主をしている父を探しに、姉様と二人山を降りたのですが、はぐれてしまったのです。だがこのようなところに一人では危うい。私が守ってやれればよいのだが。そうだ、これを使うとよい。王様の父の使う符とよく似ております。そなたの父上、確か神主と言ったな。これを父より授かったものです。何かの折に役立つやもしれませぬ。 ありがたく受け取っておこう。では気をつけるのだぞ。はい。ザクヤ様も。3の札な、どうする？戻る？でも戻るしかないんだよな、これ。こっち行けないんだよ。ここも開けたいしな。どうしよう。一旦ここ開けに行こう。で、東のところを開けたら次に西へ行って北へ行こう。西から北へ回り込もう。
できれば今は飛信が欲しい、メラの方が欲しい。なんなん、当たらんし攻撃が。そう。千人万人開始最上、救急により治療。超リーチが短い。そうか、ボス戦だよな。も暗すぎね、いくらなんでも真っ暗だな、ほんと。暗すぎにも程がある。もうこれで行くしかないよな。
これ開けたらガキが出るはず。ヒエンしかないよな、ほんと、メラミしか。メラがもうないもん。千両万じゃ、回出最上、救急により釣りだ。待ってと。当たらん。よし倒した。やった。全然弾数減らなかった今回は。3発残したよメラミ。変わり果てた姿にはなっているが、どうやら屋敷の主人藤原よりしかのようだ。一体何が起こったというのだろうか。千両万じゃ、回出最上、救急により釣りだ。
今日も地下までは行って終わろう。地下後半にしよう。地下ルートからは。おい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 、屋敷を包む容器は尋常ではない。一体何が起こったのだ。わらわには何も。ただいつの頃からか夜になると歌が聞こえるようになり、屋敷には病が流行りだし、病にかかった者どもが夜な夜な屋敷の中を、そして聞こえると殺されてしまう、連れて行かれてしまう。こんなん超ホラーじゃん。聞いてなるわ。あんまり気にしなかったけど、あれか、あのクレハ、あれクレハだよな、さっきのあの霊の方は、幽霊の方は。で、アヤコかな、姫のを体を、姫の体を元に、次の体を作ろうとしてるってやつだな。で、次釘取った、釘は取った。ちょっと待って、木板が一個足りない。クワだ、クワの下だ、クワの木の下、そうだ。うわー、歩いてるな。いや、でもあれクレハじゃないぞ、あいつ多分違うやつじゃね、あいつは。
もう一匹なんかいたはずなんよ。赤い着物を着た女の人。そうだ、思い出した。もう一個の木板のあった場所、祠だ。あの地蔵の首が落ちたとこ。私はこの娘が姉を探すのを手伝うことにした。これからもう一度屋敷を探ってみるつもりだ。そうですか、よかったな、うつき。はい。お前は道鎮ならこの先の仏堂の方へ向かったが。私も仏堂へ。それがよかろう。では参ろうか、うつき。はい、お気をつけて。なんか立ってたな、後ろ。確実に見てたよな、こっちを。これいけないんかな。あー、封じられてるわ。ここだ、これな。蚕の木板。次だ。ないよな。ちょっと待って、ここサハギンこんかったっけな。3匹ぐらい。ほらほら、これ来るよ、サハギン。サハギンは橋の上に引っ張ってきて、なんとでもなる。何匹いようが関係ねえ、こいつらは。橋の上でペチペチすれば。
こいつらは橋の上には来れない。悔しいか悔しいじゃろうな。悔しいじゃろうな。一発ずつな。来とる来とる、橋越えて来よる。聞いてない聞いてない。それは待てと、それ聞いてないよ。もう戻ってこないからいいけど、こっち側さあ。ハギン知恵をつけ始めたな、あいつら。ちょっと戻ってみるか。一応倒しとくか。アイテム出るかもしれないし。やめとこうやめとこう。千両万両開始採用。救急により治療。奥方への書き置き。奥方へ。追いつけ通り残りの木板は屋敷の祠と神棚にしまっておきました。日本の奥義も姫君と屋敷を調べに訪れていた陰陽師に預けてありますので、ご安心を。私たち二人は庭に潜んでおることにいたします。奥方様もどうかご無事で。ここガキが一匹な。わしはここで死ぬ。されどガキごときにわしの肉を食われてなるものか。祠封印解除。白い眉は虫に食われる。八つ足の罠は灰色の盗っ人の餌食。汚れた者は毒牙にかかる。血を這う者は空には勝てぬ。黒き翼は噛み砕かれるが宿命。毛皮は幼き者に剥ぎ取られる。子は男となり女に食われる。昨日これ取ってなかったんだ。おとついか。これ取らずに解いたんだ。あの、自然の摂理みたいな感じで。なんかこう、弱肉強食がどうのいう感じで。びっくりしたー。何もないな。何もないな。行こう。
正面からは入れなんだろう。ここが怪しいと踏んでおるのだが、見ろこれを。ただむやみにはめ込めばよいわけではないのか。誰が作ったか知らぬが迷惑な。ただむや、覚えてる覚えてる覚えてる。まず開口カラスで壊れたな。開いたのか。一体いずこへつながっておるのだろうな。さな、明日じゃな。こっからはお疲れ様でした。一体初日とほぼ変わんなかったけど、やることはまあ当たり前か、同じルートたどってるもんな。サハギンを倒せなかったのがちょっと悔しいけど。明日は陽の章後半からやっていこう。今日は見せ場っていうか、なんもなかったろ、なんもなかったろ。こう今までと比べてさ、なんかすんなりいっちゃって。いや、ダメじゃねえって。ダメじゃないって。これでいいんだって。これが、俺もたまにはそういうヘマしてないところ見せたいじゃん。ノーミスで行ったところ見せたいじゃん。じゃあ終わろう。お疲れ様でした。じゃあ明日は、陽の章後半から。で、お疲れ様でした。